西村奈美さん、西村さん、立憲民主党の西村奈美です、えー。先日大変なあのー、事実報道がありました。パネルを一枚目お願いいたします。えー、現在旧統一教会に対してはあ文部科学大臣が 解散命令請求を行い、解散命令請求に関するプロセスが今、進んでいるところでございます。その森山大臣が、旧統一協会から関連の、関連団体から、えー、選挙の応援を受けていたのではないかということでありました。えー、本当にととんででででもないこここれれれがまあ事実であればですねこれ、あのーまあ、総理の任任命責任 ととといいうことにもなってくると思います、えっと、まず大臣、お伺いいたします、資料をお付けしておりますけれども、パネルでもあのご覧いただいてますが、えー、今の時点で、この写真、1枚目と2枚目の写真をご覧になっても、えー、まだ全く覚えていないというふうにおっしゃいますか、それとも記憶が少しはよみがえってきたでしょうか。 文部科学大臣、森山正人君。はい、えー、まあ、報道があるまでは、正直、覚えておりませんでした。まあ、しかしながら、今、その西原議員からの写真を見て、こういうことがあったのかな、というふうに、ええ、薄々思い出してきたということでございます。 うすうす思い出してきたって、なかなか心はっきりおっしゃらないというのは、本当に潔くないなと思うんですよね。きょう、えー、また、あのー、新たな報道がありました。 えー、推薦確認書を締結をしていたのではないか、えーまあ、あの関係者によりますと、えー、森山大臣がその場で、まあ、当時は森山あ衆議院議員ですか、あ解散したので、もうあ,の、えー、っとあれですけれども、えーっと、森山氏がその場で署名し、その後、推薦状を渡したと、えー、推薦確認書の署名が推薦状の条件になっていたというふうに関係者は語っておられます。今日のの報道です、えー、この この推薦確認書の件も森山大臣は記憶がないんでしょうか文部科学大臣、森山雅人君まあこうやって推薦状を頂戴している写真があるところを見ると、サインをしていたのかもしれませんが、よく覚えておりません西村千奈美さん。 まあ,あれもこれも覚えてないということは、私はあの大臣以前の問題として、政治家として、しかも人として、大変あの的確性に、 書、まあ、けるんじゃないかというふうに思うんですよね、あのまあ、普通、えー、私たちも、えーと、例えば推薦をいただくにあたって、政策協定書などにサインをすることは、委員長もありますよね、中身を確認をさせていただいて、でそのときの、まあ、やり取りの前提としては、当選したらあ、その後の任期中は、この政策協定に書かれていた政策の実現のために、まあ、努力をしますと。 いうことを考えながら、あの書面を、あのサインをするということだと思うんですよ。で、大臣ね、今日のまた報道にですね、大臣の事務所の回答が掲載をされております、えー、こういうことでした、内容をよく確認せずに推薦確認書に署名したのではないかと思うと、ありえないと思うんですよね。 でこれ、秘書が勝手にやったとしてもです、ね、そういったことを、まあ、あの確認をできない、えー、政治家として、私は不適切であり、不適。 不誠実だという,ふうに思っておりますあの大臣はこの政策協定書、おそらくまああの LGBT 問題は慎重にっていう内容もあったというふうに書かれておりますけれども、LGBT に関して、文科省はいじめや差別を防止しようということで、旗を振っていただいている組織ですけれども、そういった内容を賛同した上で、理解した上で署名をしたんでしょうか。あるいは、まあ 万が一、大臣がですね、私はあの記憶が曖昧ましていないということであるとしても、政策協定書そのものは、先ほど申し上げたとおり、私たち当選したああで、まあ、あのこの実現に努めますという前提でありますから、まあ、今も社会的には、 中身は有効だというふううふに思うんですよね統一教会の側から見たらあの、はっきりそういうふうにおそらくおっしゃるんだと思います、その点については大臣はどうお考えですか文部科学大臣、森山雅人君、えー。地元の有権者の方からあ、集会をするので来てくれと言われて行ったと覚えております。 そしてそこで、まあ多分最後の方だと思うんですが、急にその推薦書の話が出て、そこでこれに参与してくれと言われたのかもしれません、ただ、十分に把握をすることなく、その選挙、もう実質的に選挙戦に入っているところで、一つの会場からまた次の会場へと行っていたような、そういう時期であったと思うんですから。 十分に内容をよく読むことなく、サインをしたのかもしれません。いずれにせよ、まあ、先生がおっしゃるとおり、そういう内容に軽率にサインをしたということについては、おっしゃるとおりかと思います西村ちなみさんあの。今の答弁、大問題だと思うんですよね、中身をよく見ないでサインをした。 確かにあの時間があのまあ選挙の告示、あ公示、ちょっと前ですから、大変お忙しかったとは思いますけれども、やはりそういったことであったは、あっては、私たち全員がそういうふうだって思われちゃいますよ。政策協定にそんな軽い気持ちで、中身もちゃんと見ないでサインしたのかと。 旧統一教会の側からしたって、そういうふうに見られるというふうに思いますよ。総理、この政策協定書、私は今でも有効だと考えるのが、社会的な常識だと考えますけれども、そのとおりでよろしいですか内閣総理大臣、岸田文雄君あの政策協定書、どういった内容で、そしてどういった表現になっているか、私は承知しておりません。 しかし、いずれにせよ、自民党の方針として、過去の統一協会、あるいは関係団体との関係については、まあ、点検、報告をするとともに、新たな接点が判明した場合には、その都度追加的に責任、説明責任を果たし、未来に向けては関係を断つことを徹底する、これが自民党の方針であります。今現在、未来に向けて、この森山大臣も含めて、 自民党の国会議員、統一協会および関係団体との関係は立っている、そしてそれを徹底しているものと認識をしております西村智奈美さんあの、政策協定書について伺っております、えーと、今でもそれは社会的に有効だというふうに、これはあの普通に考えるのが社会的な常識だと考えますけれども、総理はどう考えますか。内閣総理大臣岸田文雄君 あの政策協定書、えーと、内容についておっしゃいましたが、それについてどう表現しているのか、えー、その表現の仕方内容について、えー、確認しなければ、私として、えー、そのお文章の意味をお答えすることは難しいと、先ほど申し上げました。そのの上で今現在はは、えー、森山大臣も含めて自民党の国会議員は 関係を立っている、これを徹底している、まあ、こういった状況について申し上げました西村智奈さん中身も確認していないのに、どうして今、関係を立っているというふうに確認できるんですか、答弁してください内閣総理大臣、岸田文雄君政策協定文書の中身については、私自身、あの承知していないと申し上げました。文文書自体文はどうであっても 今現在は関係を立っている、えー、これが自民党の方針であると申し上げております西村智奈美さん。じゃあ、自民党の候補者の皆さんは、片っ端からどんな政策協定書にも参与して、で参ンしたらもう、その政策協定書は知らぬ存ぜぬと、こういうことですか内閣総理大臣岸田文雄君、岸統一教会、旧統一教会および関係団体との関係について申し上げております。 西村千奈美さん社会的な定識としてですね、私、これ、政策協定書ってやっぱりずっと今でも有効なんですよ、大臣があ記憶がないとしても、それはおっしゃってましたよね、サインしたのかもしれないと、サインしたのかもしれないということですから、大臣にとっては、森山大臣にとっては、今もその政策協定書は有効なんですよね。 もちろん旧統一教会の側にとってもそうです、関係立てていないじゃないですか、どうやって関係立ったって確認ができるのか、では大臣、総理、昨日、長妻委員、山岸委員から閣僚に対して、ほかにこういったことがないのかどうか、確認をしてほしいという質疑がありました、それについてお答えいただきたいと思います。内閣総理大臣岸田文雄君 2月6日の審議を受けて、林官房長官に指示を出し、各閣僚に対して旧統一教会および関係団体との関係を点検し、接点があった場合には説明責任を果たし、未来に向けて関係を立っていくことを徹底する、こうした岸田内閣の方針、これを再確認いたしました。また各閣僚に対し 旧統一教会および関係団体から、えー、選挙における推薦、寄付、その他何らかの支援を受けた事実について、新たに発覚したものがないか、えー、確認したところ、該当するものはありませんでした。その上で、えー、参考として申し上げれば、旧統一教会および関係団体からの支援には該当しませんが、 林官房長官が先日、週刊誌の取材を受けて、改めて確認したところ、旧統一教会関係者と,のと面会したことがあるということは聞いております西村千奈美さん。まあ林官房長官のその面会については、今回は選挙応援とは。まああの 異なる種類の問題だということで、今日はお伺いはしませんけれども、やはりね、あの選挙の応援を受けていたということについて、森山大臣、やっぱり隠して閣僚におなりになったんですよ。これ大問題だとと思うんですよねししかも今利害関係者として 旧統一教会への解散命令請求について、いろいろなやり取りをしておられる、その責任者ですよね、やっぱりね、これ、このままではいけないというふうに思います。えっと、大臣、もう一回伺います、あの大臣は、森山大臣は、こちらからの推薦依頼はしていないというふうにお答えになっておられますね。 あのサインしたかもしれない、あるいは、えー、推薦状を受け取ったかもしれない、この辺の記憶は非常に曖昧なんですけれども、推薦依頼をこちらからしていないというふうに回答した、言い切った、そのことについては、どうやって確認をされたんですか文部科学大臣、森山正人君。 あのまあ選挙のときには、普段いろいろお付き合いをしているようなまあ組織、団体、こういったところに対して推薦状のお願いをいたしておりますま、私の場合に。そして、そこのまあどこに出すのかというのを、あまあ大体、毎回というとなんでございますけど、同じようなところに出しているわけでございますが、そういったところに、この当該団体は、 記載されていなかった、我々としてもそういうところへお願いをするというようなことは一切考えておらなかったということです。なお、選挙以来、その事態をこちらの方からその推薦状とは別にですね、お願いをしたということも、これもまあ地元の事務所とも確認をしましたけれども、そういうことをした覚えはないということでございます。 西村ちょっとおかしいと思うんですよね、まあ、お願いをしたんではないけれども、まあ、そこのところは確認はなかなかできない、それもあの事務所の記憶ということですよね、なんか都合の悪いことはあのきちんと確認できるんだけれども、えっと、都合のえ、ごめんなさい、都合のいいことはちゃんと確認できるんだけど、都合の悪いことはなんか確認できないっていうふうに、すごく曖昧なあな答弁を。あの やっぱりあの選挙前にその各種団体にあの推薦依頼を出すとか、あるいはもしかしたら秘書がです、ねえっと、知らないうちに依頼状を出していた、そういう可能性も私はあるというふうに思います。 えっとですね、大臣はあのこの2021年、このパネルのです、ね、2021年10月17日の国政報告会、えー、これにまあ出席しているというのが今回の,あの報道だったんですね、頑張ろうまでやってますね、えー、なんですけれども、えー、とこの会合への 世界平和連合、まあ、旧統一教会の関係団体からの出席の依頼というのは、どういうふうになされたのか、えー、文書なのか、メールなのか、それとも秘書などへの電話なのか、えー、お答えいただけますか文部科学大臣、森山正人君。 地元の有権者の方から、民主集会を開くので、ぜひ選挙前にです、ね、開くので来てくれというふうに電話で依頼があったものだと承知しております西村智奈美さん、はいはいえーと。この日の日程表には、どういうふうにその出席に関して記載をされているんでしょうか文部科学大臣、森山正人君。 地元の事務所と確認をしましたけれども、もう実質選挙戦に入っているばたばたでございましたので、残念ながら、そういう記録はございません西村千奈美さん。おかしいですね、あのそれの割には、割ときちんと横断した横断幕が作られてますよね。これ何日か前か前ら きちんとあの、まあ、世界平和連合側と出席しますというようなやり取りがなければ、こういった準備などはできなかったんじゃないですか文部科学大臣、森山雅人君地元事務所にも確認しましたけれども、そういう団体の会合ということは、われわれは承知しておりませんでした。 そのわれわれのまあ地元の選挙区の方からご連絡を受けて伺ったということです。西村奈美さん、はいえー、だとしたらですねあの、大変不思議なんですけれども、えーと、大臣はこの集会のことは、自民党の点検については報告をしていないんですよ、報告をしていないんです。ですが、えー、2021年、 のあ失礼、えー、失礼こ、この集会は確認できなかったということで報告はしていない。でだけれども、自民党の点検で、2022年3月の集会については、 出席をしていいるということで、えー、自己点検による報告をしていますこちらの集会の方はえー、っは、先日の,あの、昨年の10月の私への答弁で、えー、後から判明したということで、報告をされてるんですけれども、これはどういうふうに思い出したんでしょうか文部科学大臣、森山雅人君。 これは2022年ですね令和4年の9月8日の自民党の統一協会との旧統一協会との関係に対する調査結果の公表これに向けて調べたということでございますそしてその時にですねその年でございますが3月に その関連団体の会合に行っているということを、当日の日誌、簡単な日誌を、まあ、つけておりますので、地元のほうでですね、その日報から把握することができたということでございます西村千奈美さんいやあの。ではなぜ、この、えー、と2021年のこの集会は確認できなかったんですか。 記録が残っていたあ、当日の日誌があったということは、当日の日程表もあったり、あるいはその私への回答ではです、ねえー、調査当時の記憶、地元の事務所の資料や記録に照らして、旧統一教会関係団体の会合であったということを、えー、判明したというふうに答えておられるんですけれども、じゃあ、2021年の集会はどうして確認できなかったんでしょうか文部科学大臣、森山雅人君。 2022年のものにつきましては、まあ、あの平時っていう表現がいいかどうか分かりませんが、選挙戦ではない、そういう時期だったものですから、事務所の方でうで、まあ、日報、日誌をつけたということでございます。他方、2021年の10月17日のものについては、もう実質的に選挙戦に入っていた時期でございまして、まあ、私の事務所も小さい事務所でありまして、 とてもそんな日報なんかをつけている余裕はないというような状況の中で走り回っておりました、まあ、そういうような状況の中で、その会合自体、そういう会合自体に出席したということを私も忘れておりましたし、そのうちの秘書の方もそも、全く関係ないと、地元の方からのお声がかりの会合がありましたっけねと。 まあそういうようなことでありましたので、その2022年の3月、こちらについては、その自民党の調査のときにです、ね、そのの後の活動、その他を、まあ、それまでの活動、ごめんなさい、などをチェックをして、これはそうかもしれないということで、調べて出したと、ここうういいとでございます西村千奈美さん。 これですから、日程表に、予定表にどう書かれているのかなんですよ、で2021年のおこの10月の17日、まあ、ここに、えー、少なくとも、例えば時間と場所は書いてあったわけですよね、時間と場所は。 だってあの、決められた時刻に行ってで、そしてこのような立派な看板、横断幕が、看板か、えー、とできてたということですから、それは事前に伺うということになっていた、これ、日程表に,ついどにどう記載されているのか、もう一回答えていただけませんか、大臣、あるいは今、手元にない、私、これ、実は通告してるんですよ、すでに。日程表にどう書かかれているのか 教えてくださいと、えー、通告しているのに、あの今日きちんと話していただけないということであれば、明日の委員会までにきちんと提出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか文部科学大臣、森山雅人君、えー、2021年のものについては、先ほどお話したとおり、えー、秘書に対して地元の方から連絡があって、それでじゃあ行こうということで行ったと。 こういうことしか残念ながら残っていないということでございます。もう実質選挙戦に入っておりますので、それ以降のものとはちょっと違う状況であったということをぜひご理解賜りたいと思います。西村千波さん。あのとはいえね、やっぱりあの作るですよね予定表普通。 やっぱり残っていないというのはおかしいと思います、ぜひこれ、あの理事会の方に提出していただきたいと思いますけれども、ご協議をお願いいたします理事会で協議いたしますで大臣、もう一回これ、探してみていただいて、ですねあの提出をしていただきたいと思います、その努力はしていただけますか文部科学大臣、森山正人君。もちろん、努力はさせていただきます、はい、西村千奈美さん。 あの私はですねあの、やっぱり大臣は知っていた上で行ったんじゃないかとで、しかもこうやって看板がついているところに、まあ、あのちゃんと出席をしてで、これ以外にも今日の報道ですと、お話をしている写真もあったり、そして一緒に頑張ろう参照、参照してたのかどうか分かりませんが、頑張ろうもしてるわけですよ。ここうういいっったた事実があったということで あの大臣としてですね、少なくとも自民党の点検に対して、回答しなかった、回答漏れがあったということは、謝罪をすべきじゃないかと思いますけど、いかがですか文部科学大臣、森山正人君。あの 何度も申し上げておりますが、記憶になかったもんで今回の報道があるまで、その全くそういったことを認識しておりませんでした。まあ、ただ、その自民党の9月22年の9月の報告の際に漏れていたということは事実でございますので、今回その追加の報告ということはさせていただくつもりです。いやいや。 西村千奈美さんあの大臣ね、結局、その自分が所管官庁の大臣だという責任感があまりにも薄いですよ。どうだこれ、あの私、点検、少なくとも自民党の点検への,あの回答漏れがあった、もちろんマスコミへの回答、アンケートへの漏れもあったし、私の答弁に対し私の質問に対しても大変不誠実な、はぐらかしの答弁をしているわけですけれども、少なくともそのことは、お詫びしたらどうですか。 これまで、だって分からないで大臣はこのことを伏せたままで、文部科学大臣として任命されてるわけですよ。総理、どう思いますか。 本当にこの状態で森山大臣を文科大臣として旧統一教会の解散命令請求とまさに真正面からがっぷり四つでやるこの大臣が居続けるということは私は今後行われるいろいろな裁判などにやっぱり悪影響が出てくると思います。そういった懸念をなくすためにもここは森山大臣あの記憶がなかったかもしれない。だけれども 事実として、こういうことがあったということであれば、そのことをもって、私は更迭をすべきではないかと思います、どうでしょうか内閣総理大臣、岸田文雄君。夫君。先ほど自民党の方針について申し上げました、あの過去の関係、えー、旧統一教会および関係団体との過去の関係について、まあ、点検をし、報告をするとと,ともに、 新たな接点が,が判明した場合には、その都度説明責任を果たす、未来に向けては関係を断つ、これを徹底する、まあ、こういったあの方針を申し上げましたが、森山大臣についてはあのの、過去の関係にかかわらず、現在は当該団体との関係を一切有していない、このことを前提として任命を行っております。えー、そして 旧統一協会の活動に関する実態、活動に関しましては、実態が報告聴取、質問権の行使などによって、十分明らかになったことから、解散命令事由に該当するものと判断されたため、昨年10月に所轄庁である森山文部科学大臣により、解散命令請求が行われたものであります。本請求にお受けて現在 裁判所において、まあ審理が進められています。裁判所においての審理、これが判断、この審理の判断が適切に行われるよう、政府として適切に対応しているところであります。西村千波さん、全く適切ではありません。政策協定書は今も有効です。で、大総理はいつもまああの呪文のように同じことを答弁されるけれども。 やっぱりこのまんまだと、きちんと旧統一教会と関係立てないですよ、そう,だそういうふうに見えないんです、そうだ利害関係者である大臣が政策協定に参与した大臣があ解散請求の、まあ、まさに政府側の責任者だなんて、どこの世界の笑い話ですか、そうだ本当におかしいと思います、えー、すぐさまの,あの罷免を求めます、えー。あるいは森山大臣ご自身が 自民党の点検にすら回答していなかった、そのことについてお詫びをしつつ、そして今、自分が関わることは適切でないという判断のとでの辞任を求めたいと思います、えー。時間が大変なくなってしまいまして、次に能登半島自身のことについて伺いたいと思います。えー、まずは今回お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表し、心からお見舞いを申し上げます。 またあの救助、救援活動、えー、復旧活動に、えー、昼夜を分かたず、献身的に取り組んでこられたすべての方々に、心から敬意と感謝を申し上げます。えー、私はとあの地震発生当時あの、新潟県内におりまして、えー、電車の中でした。 揺れれて2時間あの降りられませんで、まあ、やっとその日の夜にあの帰宅することができたので、まあ、翌日の朝から県内の被災現場、回らせていただきましたけれども、液状化の被害が非常に大きいです、で新潟大学災害復興科学研究所は、まあ、実は60年前に新潟地震が発生してるんですけれども、そのときに液状化した地域と、今回液状化した地域が重なっていると。 というふうに指摘をし、まあ2度あることは3度あるという警告も発した上で、外区単位での地盤改良などの対策が必要だというふうに考えております、あの言っております。えー、新潟県内の被害状況は今このような状況です。えー、家屋などの被害が 1, 1万5千を超えるものとなっております、まあ、もちろん、能登半島は200名を超える方々がお亡くなりになって、今なお行方不明の方々がいらっしゃって、本当に圧倒的な被害が出ておりますが、まあ、他方であの被災して、今後どうやって暮らしていった,行ったらいいのかと、途方に暮れる被災者にとっては、やっぱりあの政府からの支援策というのは、本当に大事だし。 公平にあってほしいというふうに私は思うんですね。で、一つは、えー、とこれあの、昨日、あるいはおとといの、まあ、梅谷議員、えー、米山委員の質問にもありました、例々の,あの新たな交付金についてです。えー、石川県内の6市町で高齢化が著しい 高く、著しく高いことから、それだけにしたということなんですけれどもあの、高齢者がいる世帯、あるいは障害者がいる世帯ということで限定すると、これはもう与党の方からもご質問が出ていましたけれども、やっぱりそういう人たちが見捨てられるんじゃないかというあのことは、あの 指摘せざるを得ないんですよそういった方々について、総理は本当に石川県以外の、例えば富山県や新潟県、あのー、昨日、一昨日ですか、あのもう対象としないという答弁をバシッとされましたけれども、大変冷たいと思います、どうでしょうか、検討していただけませんか内閣総理大臣、岸田文雄君。 はい、あの被災された方に対して、幅広く支援を届ける、こうしたことは、こうした考え方は重要であると思います。そして、ご指摘の新たな交付金制度ですが、あの対象世帯が高齢者世帯等に絞られているというようなご指摘でありますが、そのようなものではなくして、この高齢者のいる世帯のみならず、 資金の借り入れや、返、ま、済、あ、が容易でないと見込まれるという点において、同,同様の事情を有する、えー、高齢者等のいない世帯、若者子育て世帯も含めて、これ、幅広く対象になるよう、これ、制度設計を進めてまいります。えー、そして、あのー、この、えー、資金の借り入れが可能な世帯についても、えー、対応を用意するということで、 石川県と今、調整を進めているところです、そして地域につきましても、能登地域6市町を対象ということで申し上げておりますが、あのそれ以外のこの石川県のこの市町につきましても、今、累次の事情が認められる地域についても、石川県と対象市町にすることについて協議をしています。 そしてさらにその、そ,うしたその上で対象とならない地域につきましても、被災者生活支援、再建支援金、これ、当然あるわけでありますし、また、それ以外にも、災害復興住宅融資、災害援護資金貸付、あるいはこの災害救助法に基づく被災住宅の応急修理、 さらには生活福祉資金貸付、高級仮設住宅等々、さまざまな支援を用意して、必要な支援を届けるよう、政府として全力で取り組んでまいります。 西村千奈美さん。先ほど、被災者生活再建支援金を倍増するということについては、与党の方からもあのご質問がありました。ぜひ私たちの法案には賛同してもらいたいと思います。で、大臣、あ失礼、総理、あの他の都道府県にきちんと支援策を講じるということであれば、復興基金、これはぜひ決断をしてもらいたいと思いますが、いつまでに判断をされるのか、でまたもう一つ、えー、と昨日の。あの おと昨日、えー、の,あの梅谷議員の質問に対して、液状化に合わせた判定基準にしてほしいというあの話がありました。で総理は、確認をすると、柔軟な対応がどこまでできるのか確認するというふうにあの答弁をして、えー、いたんですけれども、これ、確認ししていたただけましたか内閣総理大臣、岸田文雄君、はいあのーと、まずは復興基金の方ですが、 これはの、えー、復興基金に対するこの財政措置については、この、まあ、毎年度の措置では対応が難しい、で例外的な措置をまあ実施する、まあ、こういったことに対して、えー、復興基金を用意するということですので、復興資金基金というものは、まずは国が地元に対して、できる限りの支援を行って、 その上で、その隙間の部分を地元においてしっかり行う,こういった、こういった対応のために存在するものであります。よって、まず今の段階では、国として行うべき支援、これを具体的に、そしてスピード感を持って行っていく、これがまず第一、重要であるという認識のもとに対応を行っております。その上で この隙間の部分に対して、えー、県や地元が対応できるために、復興基金が必要なのかどうか、これを判断しなければなりません。えー、ですから、熊本地震においても、4月16日に発災し、この復興基金の設置のための補正予算成立したのは、10月の11日であります。まずは今 この能登半島地震においても、国としてやるべきことに専念をし、その上で復興基金の必要性について考えます。そしてもう1点の質問について、この液状化についても、エリア判定をすべきだというご指摘があり、そのとき、私は液状化においては、そういった制度は存在しないけれど、何ができるか考えたいということを申し上げました。 要は液状化に対応して,、えー、しても、できるだけスムーズに、えー、支援を行うことが重要だという認識だと考えます、えー、そこでこの液状化被害におけた重化に対しては、この詳細調査をするのが基本ではありますが、これに対して簡素化するマニュアル、これは存在いたしました。 ぜひこのこのマニュアルを最大限活用することによって、この液状化調査を迅速化させる、こうしたこの取り組みを進めてまいります。こうした柔軟な対応することによって、この被災証明書の迅速な交付に向けて、現場において柔軟な被害認定調査ができるよう、国としても。 積極的に助言を行ってまいります。西村千波さん、全く答えていただいてません。で、答弁もはぐらかしです。液状化について私、私そして梅田委員が質問したのは、液状化に合わせた判断判定基準にしてほしいということなんですよ。迅速にっていうこともそうですけれども、やっぱりあの傾いたりしないとダメなんですよね。 でだけど、ずんとこう下がったりするっていうところもある、他の敷地が上がったり下がったりっていうところもある、そういったところも対象にしてくださいということも言いましたし、であと、復興基金なんですけれども、まあ、まずやることやってからっていうんであれば、まずその新たな交付金について、すべての被災地を対象にすべきじゃないですか。 おかしいですよ、やることやらないで、えそしてあとは自治体に対する、まあ、例えばいろいろな公共施設の支援だと、それは公共施設の支援大事です、ぜひやっていただきたいです、えー、県や市からもいろいろ要望が出ています、だけど、そういったことやらないで、あとやってみてからって言ったって、やることやってないじゃないですか、大変おかしいと思います、えー、あと他に質問もたくさんありましたが、えー、以上で終わります。 これにて西村さんの質疑は終了いたしました。